よーし、とりあえずね、ここまで達成して、お宝もあるんで、段レベルも4になりそうだから、ストーリーも進みそうだね。じゃあ、ちゃちゃっと済ませに行ってしまいましょう。朝まで寝たはずなのに全然朝じゃねえんだよな。近い。どこだどこだ。お、近いぞ。ほい、トラッキー、トラッキー。どこだどこだ。お、近いぞ。お、近いぞ。どこだどこだ。この辺。見つけたっと。そこだ。レア宝箱。あ、ミミックだ。いいね、ミミック。そして宝を見つけると経験値がかなり大きい。特に金の方は。おひどき。ちゃっちゃと。今はね、レベル20を全員でボコってギリギリって感じだね。あ、近い。どこだどこだ。お、近いぞ。お、近いぞ。どこだどこだ。見つけたっと。草むらっすな。この辺か。あおっと、これはドラゴンだな。6の武道のところに突っ込んだ時のドラゴンかな。全然ボコるか。かすめとる。自分で飛ぶのか。危ない危ない。おい、見たん。やっぱ自分で止めるんだ。なるほどね。ほら、落とすんじゃねえ。お宝落としたぶ。落としすぎ。戦闘にリスクあるな。ね、そのウィンデライオン君が初めからかける4で出てくれたらこんなめんどくさいことしなくてよかったのにね。これ回収して終わりっと。台座に見えるな。さあ、とりあえずこれでいろいろ達成やで。もう帰るだけだから。修理とかできる。レベルウェポンだな。光の石と精霊石に星のかけら。
持ってんじゃね。よあ、調子はどうだ。光の石だっけ。10個って結構いるな。精霊石、星のかけら。よし、治った。駅の復旧は完了しました。ほら、動くようにしてやったぞ。ありがとう。ありがとう。お礼だよ。サボテンとキメラの翼。それじゃ。気合い入れていくわよ。よし、じゃあ帰ろっか。オッケー。これでいろいろ進むだろう。帰って鑑定するね。ああ、そんな感じで増えるんだ。毛先一覧って。帰ろう。どんなお宝かな。なんやこれは。おしゃれな家事道具。双眼鏡、展望鏡、望遠鏡。43万。これは見たことないや。イエティ意外に高いな。12万。あーボロボロじゃねえかこれ。ポケモンかと思ったもん。レヌール城のシャンデリアかシャンデラかと思ってた。マスタードラゴンじゃん。これは見たことないや。75万円。そしてミミック。やったぜ。ダイは生えないな。初めてのお宝だぜ。ヨンマ王が演説した。ヨンマ王ってなんだろう。どの作品だ。ジャミラス。ああジャミラス、ジャミラスプラス 64%。 お、行ったか。ひずありか。お、これこれこれもらったやつだね。サボテン56万円もくれた。頑張りましょう。よし、100万いったね。続々です。来た来た来た。1000万到達です。1000万か。もう桁がガバガバじゃねえか。それなりお宝ハンター団。おお、ランクが上がりましたよ。ジップの外交員、上限24、カスメトルコスプラス2。あ、コインの装備数も増えて派遣パーティーも2位になった。派遣お疲れ様ですね。たくさんのお宝が集まりましたね。実は紹介したいものがおります。キラーマシンだ。はじめまして、マヤさん。私、外交員のディブロンと申します。トマソンにあなたのことを聞いて、お役立つべくやってまいりました。好きなお宝を好きな場所に隠したり、ね、お宝を探したりできますよ。ね、お願いします。おお、
え、竜玉の迷宮で扉を見ていただいた親方さんから連絡がありましたよ。開くことができたそうです。お、開いてんじゃん。ブルー、扉はぶっ壊しておいたぜ。見事に壊れてるね。先に進めるブー。あれ、これは一番初めに来た時の旅の扉。なんかあったのかな。親方の様子を見るブー。竜玉の迷宮。で、段ランクも4。宝箱。次6。何が出るかな。何が出るかな。ブホーン、ブホーン。宝占いに変化があるブ。前には読むことができなかった。この下に何がありそうだな。時間がかかりそうだ。地上に戻りたいのなら上。一歩ずつです。メニュープラス広場に戻る。注目だブとりあえずね、いろいろ達成させて迷宮に一回行ってみますか。新しいことがありそうですよ。施設の追加どうですか。やりました。うちにあった売店に商品を卸していた方なんですよと。あら、ここで約束守りに来た。未製品だ。お待ちしておりましたよ。わかった。アーゴム商店の営業を開始する。やりました。そしてありがとうございます。で、食堂ね、南岸屋。まあ火山と草原と、まあ、もう一回行かないとね。お仲間の候補です。なんかいろいろ足りない。チャーハン、チャーハン作るよ。足りません。ゴールドはレアなんだろうから一応、キープ。全然仲間入れられない。他に何か利用されますか。商店、いいもの仕入れた。ああ、なるほど、直接買う、そういうことも。精霊石高い。これ10個っつってたよね。漬物石。あ、在庫もあるね、左下に。多分シールドグラタンにオイルジュース。これを買わなくても手に入る。その辺が分かんないんだよ。どんな。さて、我が輩に任せろ。さあ、そして発見、帰ってきたかな。残り3分。発見だな、戻っているぞ。ただいま。なんかいいもんお願いします。成功っつってるから大成功とかもある。宝の地図、まだよくわかんない。行き先はどこだ。ああ、結構変わるね。
発だ。一丁行ってみるか。残念、パーティーメンバーが足りない。宝の地図、これが新しいよね。宝の地図がどこでできるんだろうね。んー、まだ微妙にボロボロだな。はい。遊曲の迷宮でも取れたそうですね。外交員の、ディブロンと申します。改めまして。お申し付けくださいね。お勉強です。インターネット交流しますので、お読みくださいね。ルールがありますよ。聞いてください。お宝を隠そう。お勉強です。レプリカ。プロフィールです。今は空飛ぶベッド。入力してください。なるほどね。プロフィールです。聞いてください。旅立つだね。これもしかしていなくなんの。あ、ちょっと後でいろいろ確認してからということで。お勉強です。なるほどね。まあ、とりあえずストーリーを進めよう。また来てくださいね。違うお宝が見つかりそうだブー。よし、オッケー。それじゃあね、ちょっとカニにチェーンジしてダンジョン行ってみましょうか。よなあ、交代する。俺に任せろ。さあ、それじゃあ行くぜ。初めての迷宮と、言うほど距離ないな。あ、ここのスライム変わってる。じゃあ行ってみましょうかね。流玉の迷宮、適正レベル10。まあまあ楽勝かな。割と金すら視界の邪魔なんだよね。スライムベス、メイジドラッキー。どうなんだろう、こいつらからも隠れんの。自分で直接入ろうとしちゃう。 A ボタンで、ね、おー、オークキング。後で仲間にしましょう。やっぱここは無理なのかな。全然成功しない。なるほどね。ところどころにお宝エリアが。ああ、1個だけか、選べんの。そういうことは言えよ。何も気にせず真ん中上げちゃったわ。
デスキングだ。魔王の影もいい。すっごい来る、すっごい来る。なんかスカウトがすごい成功するな。まあ帰ってからのお楽しみということで。まあ大したもんでもないね。カスメ取りは全部失敗すると思う。持っとこうか。魔王だいぶ攻撃力上がるな。さあ次の、ああメタスラやれ、メタスラ。しかもスカウト成功。メタフラッシュ、メタルスライムが反撃してくんじゃねえ。わーい、メタスラ、メタスラ仲間にもできるぜ。ルーム8、ルーム10だっけ。毒の牙とかやめろ。毒結晶があるかすら分かんねえの。デビルドラキ、なかなか凶暴なやつだ。仲間になりたいみたい。またメタスラだ。やれ、お前ら全然ダメージ与えられてへんやないか。仕事しろ仕事。おいしい経験値、おいしい。そして強敵、おーっとゴールドタイタン。あれこれこの間ウォークで戦ったぞ。やっぱダメだね、怒らせるだけだ。いけ、レッツキンスラ。固まれ200。しかもピヨった。いけ、ボコレボコレ。いけ、まあまあ楽勝だね。決定レベル10だもん。やったぜ。さあボスは仲間になってくれたりは。報酬3分51秒。余裕だ。ビッグハットコイン。あ、ヒットポイント12に眠りガード 30%、ブラドクォーツ5つ。そしてレア宝箱。さて何が入っているのかな。イシシシシシシ。てか宝箱でけえ。もしかして例の石板じゃないの。ブブ、また7つの重石のことがわかどかぶってたんだ。読んでみるわね。それじゃ読んでみるわ。竜の角、炎を吹き上げし山の王たる赤き大魚人がその身に宿す。あ、これ知ってるかも。火山やね。
角の隆石で間違いないわ。セナック火山島のことだブー、ね、赤木大巨人を倒すブー。旅の扉のダンジョンを後にした。巨人の角の情報を手に入れた。はい、